何が何でも五輪は開催か、と題してブログを更新した、長州力は、何が何でも、五輪はやるんだな、これだけ。国民が、延期または中止を求めても、国はやるのか、と、疑問の声を綴った。そして、今、現在、コロナで、重症患者が亡くなってる、この現実も、無視されるのか、それでも、日本は、死者数がまだ少ないとか、だから、開催も大丈夫、だと、わかりました、やりましょう、たかが、スポーツの祭典です、当日は、入場行進もやりましょう、何時間も、選手は、待機をして、詰め込まれても、選手は、何時間も密で待たされ、密で待機です。それが終わって、セレモニーで、また密で歓喜で大声で、喜び、他国の選手と、握手やワグで交流を、そして、バスに乗り込み選手村まで、と、五輪開催で起こりうる問題を、挙げた。詳しくははじめくんのブログへ。